チャオ、コンチャスクです。鬼から電話。今回は春の交通安全運動を初級編、春の交通安全クイズっていうのをやっていこうと思います。なんかね、初級編、中級編、上級編とあるんだけど、まあ、今回はこの初級編やってみようかな。交通安全のクイズって言われても、ちょっとどんなかよくわかんないよね。というわけで、スクが電話してどんな感じか見てみようと思います。まずは自分で電話してみたいよっていう人は、鬼から電話のアプリをダウンロードしてやってみてね。よし、じゃあ、この初級編やっていこう。まあね、スクはね、車の免許一応持ってますんで、まあ普段全然運転してないんだけど、多分まあ余裕じゃないかな。いけると思います、初級。こいつ車のなんて言うんだったっけかな。ずーっと前に電話したことあるんだけど、忘れちゃった。なんかね、テンション高い面白いやつだった気がするんだけど、楽しみです。行くぜ！春の交通安全初級。プップー。僕、車のクーペ。クーペ、車のクーペ。春になると暖かくなって、タイヤがぐにゃぐにゃ曲がってるぞ。ぶっ壊れちゃうぞ。お出かけの口はみ出してるし。交通ルールについてクイズに挑戦してみない？え、あ、はい。全然話聞いてませんでした。今から僕がヒントを出すから、分かったらボタンを押して答えてね。はいはい。ヒントくれんだ。一つ目のヒント。はい。いろんなところに繋がっている。いや、それだけじゃちょっとわかんないな。繋がってる？なんだ、電線？二つ目のヒント。違うか。二つ目。車や自転車みんなが使う。は？車や自転車みんなが使う？は？繋がってる？三つ目のヒント。え？道っていうこともある。あー、そういうこと？そういうこと？え、そういうことなの？え、本当にそういうこと？道っていうこと？え、あー、そう、全部出た。分かりそうかな。よし、じゃあ、みんな分かったかな？俺、分かったと思うよ、一応、分かったことは、あー、待って、時間切れになっちゃった。時間切れになっちゃった。正解は、これ。道路？あー、分かってたのに。遊ぶなら、道路じゃなくて、公園にしよう。そうだね。道路で遊ぶのは危ないね。交通ルールクイズ。どうだったかな？タイヤがぐにゃぐにゃ。お出かけするときはまた思い出して、ルールを守って安全に過ごそうね。それじゃあ、またねー。どんだけ柔らかいタイヤなんだよ。ピッピー。終わっちゃった。通話を終了。しまったー。わー、正解どうよって出てきちゃった。ちょっともう一回やらして。なんかいっぱいあるみたいだね。よし、じゃあ、じゃんじゃん行ってみよう。ギリギリで分かったんだけどさ、ギリギリで間に合わなかったわ。初級編。僕、車のクーペ。クーペね。覚えた覚えた。春になると暖かくなって。タイヤがぐにゃぐにゃのクーペ。いろんなところにお出かけしたくなっちゃうよね。そうだね。お出かけの時に桜もう散っちゃったけどね。交通ルールについてクイズに挑戦してみない？いいよ。やってやろうじゃねえか。今から僕がヒントを出すから、はい、分かったらボタンを押して答えてね。オッケー。最初に問題ディリンとは出てこないんだね。ヒントで問題を解けってことだね。地面に書かれている。え？いろんなこと書かれてるじゃん。止まれとか進めとか、なんかいろいろ書いてあるじゃん、地面。二つ目のヒント。はい、二つ目。信号がついている時もある。信号がついている？そんなあちこち信号ついてるじゃん。そんな答えいっぱいあるよ。なんだそれ。三つ目のヒント。三つ目。しましま模様。ああ、もうこれは絶対分かった。もう分かった、押します。はい。よく分かったね。え、あ、ちょっと待って、まだ言ってない。横断歩道。タイヤがぐちゃぐちゃになりすぎなの、今の。見た？横断歩道。やったぜ、当たった。車の中からでも見えやすいように、手を挙げて渡ろう。そうだね。交通ルールクイズ、どうだったかな？タイヤぐにゃぐにゃ。お出かけするときはまた思い出して、はい、ルールを守って、安全に過ごそうね。そうね。それじゃあ、またねー。目ん玉でっけ。ああ、終わったぜ。意外と難しいか？初級編も。通話を終了。おー、横断歩道ね。なんか意外と難しくない？そんなことないか？え、俺だけギリギリになってようやくわかってるのって。みんなすぐわかってる？ちょっとじゃあまだ見てないのあるんで行くぞ。春の交通安全初級。プップー。僕、車のクーペ。はい、クーペ。春になると暖かくなって、いろんなところにお出かけしたくなっちゃうよね。そうだね。ここのセリフは一緒なんだろ。お出かけの時に気をつける
交通ルールについてクイズに挑戦してみない？いいよいいよ、やってやるぜ。今から僕がヒントを出すから、うん、分かったらボタンを押して答えてね。もうすぐ押してやる。ペローンって押したらペローンって。一つ目のヒント、はい、車は使えない。はぁ、あ、何それ、どういう意味、車は使えない。はぁ、あ、全然わかんない。二つ目のヒント、二つ目、はい、他の場所より高かったり柵があったりする。柵？何、牧場？そんなわけないか。何、柵？三つ目のヒント。はい。人が安全に通るための道。ああ、わかった。わかったかも。え、わかった？え、みんなわかった？押せ押せ、わかった。はい。ちょっと待って。歩道。さすがだね。タイヤがぐにゃぐにゃ。正解は、これ。おっしゃー、危ねー。歩道の端は危ないから、道路から遠い場所か真ん中を歩こうね。そうだね。交通ルールクイズどうだったかな。いや結構面白いな。お出かけするときはまた思い出して、時間がギリギリ、ルールを守って安全に過ごそうね。はい、それじゃあまたね。はい、またね。ぷっぷー、目がカーって開いてて怖いんだけど。ペンタはでかすぎだろ。通話を終了。うし、何問？あともう一問かな？じゃあラストの問題行こう。行くぜ。春の交通安全初級。プップー。プップー。僕、車のクーペ。はい、クーペ。春になると暖かくなって、カタリン走行するんだけど。ウィーリーとかもしちゃいそうだな。お出かけの時に気をつける交通ルールについて、はい、クイズに挑戦してみない？はいはい、いいよ。今から僕がヒントを出すから、分かったらボタンを押して答えてね。はい。一つ目のヒント、みんなが渡る時に見るもの。え、みんなの笑顔？違うか。なんだ。二つ目のヒント、はい、二つ目。歩く人用は赤と青の二色。あ、もうこれは分かったけど、分かったけど、ヒントも一つ見ようか。三つ目のヒント。はいはい。赤の時は進めない。ああ、もう分かったね。これはもう完全に分かったけど、まあ、どうしようかな。分かったって、押そうかな、押さないかな。押そうかな。押します。そろそろ信号だ、信号。よく分かったね。さすがだね。タイヤがぐにゃぐにゃ。正解は、これ。よっしゃー。めっちゃ嬉しい。赤は止まれ。青は進めるけど、青になっても周りをよく見てから渡ってね。そうだね。注意して進もうだもんね。交通ルールクイズどうだったかな。はい、いや結構面白かったです。お出かけするときはまた思い出して、はい、ルールを守って安全に過ごそうね。そうだね。それじゃあまたねー。はい、またねー。ふっぷー。通話を終了。よっしゃ、これで全部正解したことになったかな。まあ、道路は時間ギリギリ間に合わなかったんだけど、コレクション全部集まったぞ。やったぜ。でね、この交通安全クイズ、初級だけじゃなくて、中級、上級ってあるんだ。なので、次の動画で、また中級とか上級とか紹介していこうと思うんだけど、先に自分で電話して、クイズに挑戦したいなっていう人は、鬼から電話のアプリをダウンロードしてやってみてください。で、その後、すぐの動画見てみてください。ってな感じで今回はこの辺で終わります。よかったら次の動画も見てね。チャンネル登録しとくと次の動画が見つけやすくなるよ。ってなわけで、次回に続く。それじゃあまたね。バイバイ。